新型車両が導入されたのに、もう廃線になる恐れが出ました。新型車両といったらやっぱり製造コストもそれなりにかかるので、まあ、正直言って作ったばっかりなのに廃止になるっていうのはなかなかすごい話ですよね。せっかく作ったばっかりなのにもう廃線になるというのは前代未聞かもしれません。今回はそんな驚きの鉄道のお話について皆さんに紹介していきましょう。今回紹介していく路線は阿武隈急行って感じで結構ニッチャ路線ですが、実はこの路線最近新車を導入し始めたのに、それと並行して廃線の競技が行われるっていう非常に珍しいことが起こっています。それではそもそも論ですが、この阿武隈急行というのはどういう路線かについて皆さんに紹介していきましょう。こちらの路線は福島から月の木、宮城県にある東北本線との接続駅ですが、この区間を東北本線とは違うルートで結ぶんですよね。東北本線は白石とかそこら辺を経由するんですが、この阿武隈急行は柳川とかそこら辺を経由して結んでいくルートになります。要は東北本線と頭とお尻は同じだけどルートは違うって感じですね。そしてこの路線は結構訳あり要素が多くて、そもそもなんでこんな東北本線と並行して路線を作ったのかというと、実は昔東北本線が、それこそ電化される前の話ですが、福島からこの宮城県の県境ら辺が割と走りにくかったってこともあり、より走りやすい路線を新しく作ろうとかそういうニュアンスがあったんですよね。要は新東北本線って感じで東北本線の輸送力を増やすっていう目的があったんですよ。当時はもちろん新幹線ってものは確か東海道新幹線が開通する前ですし、なんなら蒸気機関車が普通に営業列車で当たり前のように走っていた時代のお話になりますが、当時実際国鉄丸森線として宮城県の区間ですね、宮城県寄りの月の木付近と丸森あたりまで開業したんですよ。丸森から月の木間は結構高規格で作られており、将来的な特急列車とかの走行も前提に路線が敷設されたんですよね。ただここで一個大きな問題が生じます。丸森線が部分開業した後、丸森線自体は東北本線をより早くするために作ったせいで、結構利用しづらいところに駅を作っちゃった結果、あまり利用者が多くなかったって問題があったんですよね。それに加えて路線規格も結構高く作っちゃったんで当然ですが、維持費用も結構高かったりとか、さらに言ってしまうと、なぜかこのバイパス線を作ってんのに同時並行で東北本線を伏線化したりとか電化したりとか、どんどん普通に本線の方も手を加えた結果、ものすごい中途半端な状態だったですよ。なんか中途半端に東北本線にも路線を増強して、一方また新しくバイパス線を作るって感じで、ものすごく中途半端なことをした結果、残念ながらこの路線作ってる途中になんか作る必要があんのかって状態になり、せっかく結構路線の基盤はほとんどできたのに完成間近っていうタイミングで、まあ国鉄がもうお金なくて路線潰しましょうっていうムードになっちゃって、国鉄の方から建設を中止されるっていう悲しい経緯があるんですよね。ただ路線の基盤がほぼほぼできていて、あとは線路を引いたりとか劣化すれば終わりって状況だったんで、最終的にはいわゆる阿武隈急行って感じで第三セクターで福島県とかが中心にこの作りきれなかった区間を再度作り直すっていうことになりました。新しく作った区間については結局のところ地方交通線に下がった上で作ってますが、ただ明らかにやっぱり線路の設備とかいわゆる地面の作り方とかそこら辺を見ると、もともと幹線として作ろうとした雰囲気も結構多かったりして、やっぱりこの第三セクターになったとはいえなかなかスピードが出しやすかったりとか、まあそういった特徴はあったりしますね。ちなみにこの阿武隈急行は全路線が開通するタイミングでいわゆる新車を導入することになりました。普通に高度での路線って大体やっぱり新車っていうよりもなんか中古の電車が走るイメージ強いですが、普通に新車が導入されて今現在活躍してますね。ちょうど九州で交流電化が進んでいて、この際に導入されていた713系電車、こちらをベースに作ったって感じですね。ただ一応仕様変更はいくらかされていて、特に回生ブレーキとかがなかったりとか、まあそういった
カスタマイズ仕様で電車が作られてますね。まあ、とはいえ国鉄自体そもそものこの新車だけでなく、どちらかというと古い電車を魔改造して使っていることも多かったんで、まあこれに比べたら上かもしれませんね。このような感じで阿武隈急行は1988年ぐらいに作られた電車を今現在使っていたんですが、まあちょっと前から実を言うとこの古い電車という感じで、まあ地方交通線にしてはまだそこまでひどくはない方ですが、まあそんな電車を新しい電車に交換するため、新しく E721系をベースにした通勤電車を作ったんですよ。仕様や機器配置だったり内装あったりとかほとんど全部この E721系と同じ構造で作られており、元々の初代の新車もなんか国鉄をベースにしていることからやっぱり元国鉄線って感じのニュアンスはありますね。一応新車の導入開始から結構時間は経ってますが、毎年ちょこちょこ導入していく感じで、まだまだ古い電車の運用は若干ながら残っていますね。ただもうしばらくしたらこの新車の導入も終わりそうな感じで、ようやく古い電車は引退していくのかなっていう風な空気になりました。このような感じで新車を導入している最中ですが、まさかの廃線の協議が始まっちゃったんですよね。阿武隈急行の宮城県側の区間が代替されるかもしれません。今現在一応阿武隈急行って東北本線内を直通し、ごく少数線内に直通する運用もあるんですが、まあ、これを含めて取りやめて、BRT とか、もしくはバスにするとか、あるいは、一応、鉄道を残すけど機動車にするとか、なんかそういった話があるそうです。おそらくですが一番の原因は、この宮城県間の利用者が少ないことかもしれませんね。現在、阿武隈急行のダイヤを見るとわかるんですが、福島駅と終点の、この月の木駅の時刻表を見ると、本数が明らかにやっぱちょっと、福島県寄りの方が多いんですよ。そして宮城県寄りの方がやっぱり利用状況があまり良くなく、まあそういったのが影響してるのかなっていう風には感じますね。そして宮城県側がまあ新車を導入するさなか、既存の区間を一部廃止するって感じでなかなかにすごいことをしてますよね。個人的にはなんか阿武隈急行よりもさらにやばい路線って結構、なんかこういった地方線にはあると思いますが、まあそんなさなかこっちも対象になるのかって感じで個人的にびっくりしますね。一応今のところはなんか、検討とか比較とか、あとは、将来的な予算の見直しとかなんかそういったことを考えてるそうですが、まあもしも仮にこれを実行しちゃったら結構電車がもったいないっていう風にも感じますよね。特に新型車両を導入しているさなか、この BRT の代替が実行されたら、まあせっかく導入された電車が、暇を持て余すようになり、結構車両数が無駄になるとかそういうリスクはありますね。また、直通運転もちょっと厳しくなりそうで、もともと宮城県において直通運転をしている運用が若干あったのが、これも廃止になることから、なかなかちょっと使いにくくなんじゃないかっていうふうな意見はありそうです。ただやっぱり宮城県よりって元から結構不明なところに駅を作ったせいで、開業当初からなかなか利用者が多くなく、どうしても金食い虫になりやすいとかそういう点はあるかもしれませんよね。一方で福島県サイトは全く、移行する気がないっていう状態だったりします。いわゆる福島県のエリアについては、従来通り鉄道で、特に非電化に変更するとか、そういうめんどくさいことをせずに、運用していこうって考えですね。実際福島県側って確か2021年とかそのくらいのダイヤ改正で、朝のラッシュの時間帯、電車の本数を40分に1本にする代わりに、基本的にほとんどの電車が4両編成に変更されるって感じで、減便と増結を同時にしたって感じなんで、まあ、意外と利用者は極端に減っていないっていう状態なんですよね。まあ、土休日はなんか利用編成になるそうで結構土曜日学校あったら怖そうですが、まあ、そんな話は置いといて、福島県サイドはま、このようにして、路線を移行する気は全くなく、従来通り、今まで通り運転しようとかそういうムードですね。実際通学とか通勤需要が意外にあるそうで、この福島県サイドは割とうまくいってるんですが、一方宮城県側は、まあ、やっぱりなかなか使いにくいっていうのが先行しちゃって結構苦しい状況になっています。2017年度の利用状況を見ると、宮城県側は、いわゆるターミナル駅に近いものを2箇所除いて、利用者がなんかだいたい50人とか100人とかそれ以下のところが割と多く、まあ、要するに結構、利用者が少ない駅も目立つんですよね。一方、福島県側に入るとまあ、確かに利用者が少ないところもあるんですが、結構利用者がまとまったところも多く、結果としてはやっぱり福島県側の方が利用が多く、
この宮城県側ちょっと利用が少ないから、ここを切ろうって考え方でしょうかね。とはいえ、利用状況を見ると、まあ、普通に1000人とか3000人ぐらいの利用は、一つの駅で宮城県もあったりしますし、もっとやばい路線って正直このレベルではないため、正直これ以上にやばい路線が先に潰れるのを待った方がいいんじゃないかっていう考え方も一応ありますね。ちなみにもしも仮にこの BRT といった電車以外の代替を実施された場合、この新しい山熊急行の電車、おそらくですが JR の方で一部売却される可能性もありますね。JR 東日本の E721系をベースにこの電車作ったんですが、まあ、文字通り E721系とほとんど一緒なんで、純正 E721系に変更される可能性はあるかもしれませんね。701系も更新されてからちょっと年数経ってくる頃ですし、場合によってはこの701系の予備の編成を増やすとか、そういった感じで稼働頻度を下げることで延命をするとか、そういう目的で使えるかもしれませんね。まあこんな感じで、ちょっと個人的に阿武隈急行って、まあ確かに利用者はそんなに多いとは言いませんが、極端に少ないわけでもありませんでした。まあそんなさなか、この規模でも廃止の議論が出るのかって感じで、ちょっと個人的にはびっくりしますね。まだまだなんか頑張れそうな感じもしましたが、これからどうなっていくのか注目です。福島県側はまあ結構いわゆるこの通勤需要とか通学需要が強く、実際阿武隈急行全体で見ると利用者の半分以上がどうやらこの通勤とか通学の定期とかそういったものを使っている方が多かったりするため、なんかいわゆる本当にやばい路線で全然定期も使われず、鉄オタがちょっと来るだけとは違うんですよね。まあそれでもやっぱり廃線になっていくとしたら、結構今後いろんな路線がどんどん潰されていく可能性が結構あるかもしれませんね。このチャンネルでは鉄道に関する情報を発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ。